こんにちは、サラです。はい、ということで山形県にやってきました。美味しいさくらんぼをいただけるということで、なんと山形県からお仕事をいただきまして、山形県にいております。こちらも貸していただきまして、どうでしょうか。めちゃくちゃ似合ってる。可愛くないですか。なんか、いやでも本当にありがとうございます。山形県の方々、すいません、ありがとうございます。普段我々南の方に行くことが多いんですけど、山形県来たの初めてです。生まれて初めてです。なので、ただ、まあ、さくらんぼがね、有名っていうのはね、まあこれ存じ上げてたんですけど、さくらんぼ狩りとか、銀山温泉とか、米沢牛とか、素晴らしい、楽しんでいきたいと思います。はい、で今日からね、2日間楽しんでいくんですけど、なんと県庁の方がお越しになっております、ね、申し訳ない。わざわざこんにちは、山形県庁の綿貫です。今日一日よろしくお願いします。はい、すいません、本日ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。でこちらが、はい、山形県の観光のゆるキャラ、キテケロくんっていうキャラクターになります。山形県で来てくださいっていうことを方言で来てけろっていう、はいはい、そこをもじって来てけろくんっていう風に、ぜひ2日間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとじゃあお預かりして、はい、はい、ということで早速移動していきましょい。はい、ということでこれから乗馬に行きたいと思います。初めて生まれて初めて、今回は山に馬のトレッキング行きます。本当はね、雨だったらやめようっていうロケスケジュールいただいてまして、うん、いやでもせっかく来たし、私はもう乗るぞって言ってますね。でやるの、この服、乗馬のために買って寝かしてたやつ、ね、ずっとあるやつ、いつか乗馬行きたいねっていう。そう、こちらが私たちが乗るお馬さんで、今準備していただいてます。かわいい、ね、でここ蔵王ですよね、渡辺さん。そうですね、蔵王です。本当にもう蔵王ってこう自然豊かで、うん、まあ、本当に温泉もありますし、はいはい、あとはやっぱりそう冬になるとスキーができたりとか、はい、あとは樹氷っていってこう木にこう雪かかって、それがすごいこう美しく見えたりする、はいはい、すごい自然豊かなところ、はい、景色がすごい、晴れてればね、いやでも今も十分綺麗だな。お帰りなさいませ。めっちゃ楽しかった。なんかこんな雨初めてって言ってました。むしろ私が乗りたいって言ってました。なんか立派な唇の感触が、なんかちょうど帰ってきたら雨が、いや、ね、今のって、いやでめっちゃ重かったマジで、ね、楽しかったです。こんなだって自然をさ、馬でさ、歩きながら歩くなんてないんで、ないし土砂降りだし、多分マイナス4はすごかった、うん、着替えて、はい、次行きたいと思います。村山道の駅に来まして、お土産を7000円ぐらい買ってこれがそばパフェだって、これが貝もずスティックって言うんだけど、そば粉とお湯で練ったもの。おいしい、甘じょっぱいのコンボやばい。うまそう、うん、でっかっ。うまっ。カリフはゼロカロリーフェルポテトみたいな。うまっ。うまっ。じゃあお部屋に入っていきたいと思います。すごいよね、めっちゃ暗い部屋。カブトムシの部屋。こちらのお宿は銀山荘さんです。はい、ありがとうございます。ご協力すいません、本当に。この浴衣も、無料でレンタルいただきまして、この格好で歩いていいんだよね。お食事も銀山温泉まで歩いて5分ぐらいの、うん、行っていいそうなんで、これで行きます。行きます。はい、ということでお夕飯でございます。美味しいよこれ、鮮やかね、美味しそう。ちっちゃいカニ、ほんとだ。かわいい、かわいいって言っちゃいけんな、海の中で美味しく食べる。
まっ。おいしい。脂っぽくなくて食べやすい。うまい。なんか違う。全然違う。うめぇ。すげぇの太い声出た。うめぇ。お食事一通りいかがでございました？全部美味しかった。何が一番いい？お米。お米？うまかったね、やっぱり。まあ、つや姫ね。そしたら、お食事も終わりましたので、銀座温泉の温泉街の方へ行きましょうか。エモくないこの景色。ちょっと土砂降りですけども、この淡い雰囲気というかライトがね、ちょっと LED とかと違うっていうのは、ライトがね、これ合奏なんだそうです、街灯が、うん、だからね、お方結構インスタグラムとかで、ね、撮ってる人がおしゃれでした、うん、雨の中、待ち合わせですか？はい、あの人を待っています。誰めちゃくちゃ雰囲気いいですよ。見てください、こっちの方。映画とかにマジで出てきそう。エモい雰囲気。こっちの建物もすごいな。変わった建築。踊ってみます？こっち？うん。この橋の真ん中で見るとめっちゃ雰囲気いい。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった、一日。最高でございました。いや、一応、温泉街、ちょっと雨降ってたけどね。まあ、それも良かった、うん、雰囲気最高でした。うん、道の駅、7000円分爆買い、うん、これ誰が買いましたか？私です。サンさんが好きかなと思って、はい、これ絶対うまいじゃん。枝豆せんべい、しかもさ、お米が有名だから絶対せんべいうまいと思って。美味しいね。これね、眉玉って言ってね、その道の駅の村山っていうところしかでしか買えない、うん、売ってないオリジナルお菓子で、だからパッケージちょっと素朴でしょ。うん、温泉入ってお土産食べ散らかして、うん、このまま寝れるって最高ですね。明日は、さくらんぼ狩りに備えて。備えて。ちょっとね、おやすみなさい。米沢牛もありますから。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、ということで王将果樹園さんにやってまいりました。とうとう来たね。やっぱり山形県でやっぱ代表するフルーツといえばやっぱさくらんぼということで、はい、そうですね、やっぱりこの時期にもうみんな来てさくらんぼ狩りしてもらって、もう温泉入ってもらって、来てもらうというのはもう山形県最高です。なるほど、はい、では早速やっていきますか。食べ尽くしていきたいと思います。はい、できます。出てまいります。今2種類のさくらんぼが食べられます。はい、紅州砂糖錦、はい、ここにこう名前書いてあります、ね、砂糖錦、はい、種類は同じでも、うん、木によって味が多少気も違うんですね。違います、味が。ですのでどうぞ食べてみてください。はい、イエーイ、取れた。確かに大きい。紅州砂糖初めて食べる。うん、甘いよ。甘い、美味しい。確かに食べ応えがすごい。でこの緑のこれがついてるのがなんだっけ、砂糖錦。砂糖錦、この一回り大きいのが紅州砂糖。じゃあ砂糖錦食べるね、うん、いただきます。さっき紅州砂糖もね、うん、うん、違う、うん、違う。何が違う？こっちの方が甘酸っぱい感じ。うーん、でもこれでもめっちゃ甘い。甘っ、美味しい。うん、で今日のメイクはさくらんぼイメージしてピンク系のアイシャドウを使ってます。で目頭の方に黄色のラメを入れて、涙袋もちょっと大きめのグリッターを入れてます。でアイラインがちょっとレッド系のアイラインを使ってて、で髪型はこんな感じで、このさくらんぼの木をイメージして
茶色いワイヤーを巻きつけて、先っちょにさくらんぼのポニーフックを引っ掛けました。すごい、品種に名前がついててめっちゃわかりやすい、ね、うわぁ、おいしそう。なんか、おいただきます。さっきないやつあるったよね、それね。これがすごい珍しいやつって、うん、黄色いの、初めて食べる、うん、すごい美味しい。あ、甘っ。うん、甘い。うご、はい、ということで熊野大社にやってきました。こちらですね、さっきこれですごい立派、うん、ここは、どういったところなんでしょうか。はい、あの熊野大社はですね、はい、あの山形県有数の縁結びのパワースポットなんですよ。なぜかというと、はい、ここにいるこう男女の神様、はいはい、日本で初めてこうプロポーズをして結ばれたっていうのが言われてまして、はいはいはい、そこからあの縁結びのパワースポットになってます。これはね、来たい人いっぱいいるんじゃないですか。じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行ってまいります。風の小道。風の小道でございます。これはあのお参りの際に風鈴を買えばあの風鈴を飾ることができるそうです。はい、あの熊野大社お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。実はあの、まあ、皆さんあのお二人今日山形楽しんでもらったということで、まあ、これから、ね、山形もたくさんこう、まあ、PR してもらえるということで、はい、実はあの観光大使に、はい、あのお願いしたいなと思って。え、あの、はい、よく芸能人さんとかやってらっしゃるやつですよね。はい、そうですね。で、あの山形特命観光つや姫大使っていう観光と、あと山形すごいお米が、はいはい、お米も推してまして、はい、まあ、つや姫っていう美味しいお米があるので、はいはい、まあ、そのお米と観光を、まあ、東京に戻られても、はい、いろいろこう PR してもらえるとありがたいなというふうに思ってます。うん、じゃあやらせていただいて、やらせていただけるのなら、はい、ありがとうございます。観光大使頑張らせていただきます。お願いします。じゃあ渡辺さん、次はどちらにお伺いしましょう。はい、次はまあ、米沢市の方に行きまして、はい、あの米沢牛を食べてもらいたいなと思います。お待ちかねよ。本当に日本三大和牛というふうに、まあ、県民はそういうふうに、まあ、いろいろ三大和牛っていくつかあるという話もあるんですけど、はいはいはい、まあ、我々はそう思って、はいはいはい、本当にこう霜降りで、はい、もう食べたらもう口の中にとろけてしまうように、はい、甘くて、はいはい、ちょっとうまくなってきて本当にこう癖になるって。僕もこの後一緒にいて米沢牛食べたいなっていうふうに思ったんですけど、はいはい、実はこの後ちょっと仕事の方に戻らなきゃいけなくて、頑張って、ここで失礼させていただきたいなと思います。うん、寂しくなるな。いや、でも本当にお世話になりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、山形ちょっと今日本当にご案内できなかったところまだまだたくさんあるので、季節ごと様々楽しめるので、うんうん、ぜひあのサラさんと大輔さんまた来てもらえると本当に嬉しいです。いや、本当こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。また来ますんで、はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。こちらが上杉伯爵邸のお庭です。うん、で後ろ側にお食事所があって、この後米沢牛をいただきます。すごい立派だね。家紋かな。家紋ですね。おお。お、さっきのお庭が。すいません。はい、おー、ありがとうございます。うわあ。すごっ。美味しそう。食品サンプルだよね。うん、あ、確かに。お手本みたいなすき焼きの。うわ、うまそう。やば。ちょっと広げたいな。いや、いいよ。うわ、ちょっと待って。超美味しそう。じゃあ、ちょっとお肉だけお先にいただきます。うん、噛んでないです。ちぎれました。ちぎれました。簡単に。味は濃厚ですか。
全然脂っぽくなくて、うん、めちゃくちゃ食べやすくてうまい。ほんと、つや姫楽しみだね。これ絶対、うん、米来たら、うん、飛んじゃう。飛んでいってしまう。意識飛ぶ、うん。はい、ということで、1泊2日で米沢牛も温泉もアクティビティも楽しめました。今はいない綿貫さんのお力とか、あのいろんなサポートしてくれたお店の方、本当ありがとうございました。めちゃくちゃおもろかった。はい、本当に春、夏、秋、冬、うん、いろんな楽しみ方ができるとお聞きしましたので、でね、ぜひ冬にも、ね、来てみたいと思います。うん、今度はさ、うん、あの海側、あ、そうだね、あの鴨水族館とか、うん、行ってみたいね、あの庄内空港に羽田から行って、うん、そこから海沿いをちょっとずらーっと行くのも、ね、うん、いいなっていう。うん、新幹線も1本なんで、そう、新幹線で1本が本当に楽ちん、うん、もうこれから帰りますけど、多分ね、行くだけ、ぜひ皆さん、山形遊びに来てください。山形、ちょくちょく遊びに来て、PR できるところを広めていきたいと思います。ということで、サラでした。大輔でした。お疲れ様です。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様です。